神宮寺雄太、金プリ脱退後、引退説、吹き飛ばす俳優継続宣言。次の朝ドラ、ブギウギ、出演俳優が明かした、男の誓い。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 2023年度後期の NHK 連続テレビ小説、プギウギへの出演が先日発表された、劇団星新幹線の看板俳優橋本淳、59。そんな超実力派のベテラン俳優が6月2日、自身のブログにおいて、元キー、NG ・ n g o p スの神従事ユータ、25の近況を伝え、ファンの間で話題を呼んでいる。 橋本は昨年、神宮寺が単独初主演を務めた連続ドラマ、受付の情、日本テレビ系、2022年4月26日から6月28日放送、で、広告営業マン役だった神宮寺の上司役として共演。神宮寺にはすっかり惚れ込んだ様子で、ドラマ放送中も、ゆうたは舞台ででも会いたいというかいつか会えるんじゃないかと期待してます。 中略ユータは疲れてるだろうに一切見せず座長として本当にしなやかにすがすがしく大したもんだなぁ。と、2022年4月30日。昨日のジョー、上ユータはとてもとても役者さんでしたユータのあのマインドなんて本当に頼もしい限りです。そして末恐ろしい、わらわら2022年6月7日。 など、その役者としての才能、主役としての振る舞いを高く評価するコメントを綴っていた。資格退所翌日のブログで人竜児の生声披露。その他、作中での衣装を人竜児とお揃いの赤いネクタイにわざわざしてもらったり、人竜児の誕生日である昨年10月30日には、おめでとうゆうた、またやりたいな。簡単ふ、 とメッセージを送るなど可愛がっている様子を随所に伺わせていた橋本。神宮寺が金プリだったジャニーズ事務所を退所した翌日の5月23日に更新したブログでは、昨日22日付で事務所を退社した後輩と交わした言葉です、として、誰とは明言しなかったものの、俺は待っているから、また必ずやろうな。 はい、頑張りますという男同士の熱いやりとりがあったことを報告。さらに、後輩へ俺は繋がってるつもりだから、な、簡単ふ。さあれグッドラックまた一緒にできるその時を楽しみにしてるよ。と、改めて温かく呼びかけた。なお橋本は、追記として、金プリはユータがいるので、やはり全員を応援していました、とした上で、 そんな中で平野氏洋君くらい僕の人生に爆笑の涙と最高にハッピーな笑顔をくれた方は何人いるだろうか疑問符いやいや、褒めてます。彼には落ち込んだ夜中に何度も救ってもらいました。マジ褒めてます。だから、あの爆笑紫陽君がバッチリと歌って踊ってる大ギャップ姿を、努力の人だなぁと感心して見るのも大好きでした。惜しまれて仕方ありません。 と、神宮寺同様脱退退場した平野紫耀26についてもリスペクトの念を綴っていた。四角神宮寺から橋本への俳優継続宣言、そうした橋本のブログ記事のコメント欄には、本当にファンを大切に、死災のあるグループでしたよ。猫みくんはじめ3人の今後の活動が不明で不安にかられる、中橋本さんのブログで救われました。 など、金プリファンからのコメントも続々と寄せられていたが、6月2日の深夜になり、橋本がコメント欄の中で、後輩から連絡があったことを明かしたのだ。橋本は、夜分遅くに失礼します、と切り出すと、現在再放送中で、橋本が出演している NHK 朝ドラ、ヒラリ、1992年度後期放送の思い出を綴ったち、 あ、今日は退場した後輩からトーンの元気な返事がありましたとても元気にやってます。またご一緒したいです。と、モチベ上がりました。俺もコツコツと歩いていかねば、頑張ります。と、さらりと報告。ワイドショー関係者が言う、相変わらず、後輩の名前こそ明記していませんがこの返事は橋本さんが元のブログ記事に記した後輩へ、 中略また一緒にできるその時を楽しみにしてる、よという男の誓いに反応したものであることは間違いない。つまり、この返事の主は神宮寺さんですよね。そして、またご一緒したいですというのは、俳優継続宣言と考えられますよね。橋本の投稿後、コメント欄には、やはり神宮寺のことだと察した藩から、神君元気なんです、ね。 ほっとしました神宮寺君とのやりとりを教えてくださりありがとうございます。涙が出るほど嬉しい近況です。素敵な先輩に出会えてよかった。ぜひともまたご縁がありますように。などなど、安心したという声と感謝が寄せられている。出演作を通じて神宮寺と橋本の間にできた男同士の絆。 ファンにとっては思わぬところから飛び出した神宮寺の生声に、一安心といった状況だろう。近く、神くんイケメンすぎだろ。神宮寺ゆ太と橋本純、仲の良さが際立つ、お揃いの赤ネクタイツーショット、退場後も神宮寺と仲良くやり取りをしている橋本純。かよく。